赤部が飛び込んでくるというこのプレー。サイドに石原、もう一つブラインドサイドに持っていってツイヘンドリック抜けました。狭いスペース抜けたツイヘンドリックは外側にもう一枚のサイヤダーミーを入れて走ってきました。最後は自分で走り切りました。ツイヘンドリックの回想です。今のは ダミーをされてもいいからついにディフェンスに行くべきでしたね。そうすれば1人必ず減りますから、はい、外側にエミが走ってきたのかな。ここ抜けて、はい、ここでダミーで引っかかってしまうんですね。そうですね、あそこをまあついに行っていたら、はい、まだマフィーがいたんですね、大外に、はい、追っかけてました、ここでもう前上がらなきゃいけないんですけども、前上がらずに背中を向けてしまいましたね、はい、なるほど、あの辺の判断をどうするかですね。そうですね、まあ、小川君はあのウイングの選手でもあるので、うん、やっぱその